はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、トレーニング方法といってもですね、まず足を細くする、そしてお尻を小さくするっていう場合にはですね、意外と脂肪がついてるだけではなくってですね、骨盤が下がってしまって、ハムストリング、いわゆる太ももの裏側ですよね、に筋肉がね、圧迫をしてしまって、それで横に広くなってしまう、お尻が出てしまうといった場合も結構ねあります。なので上半身は細いんですが下半身が太っているっていう方はですね、意外と大腰筋の筋肉が衰えて骨盤が下がってしまってですね、お尻が大きくなる、太ももが太くなるっていった現象が起きています。そういった方はですね、普通に鍛えてもいいんですが、それでは時間がかかってしまって、まずは大腰筋を鍛えるのが手っ取り早いです。今回ですね、その大腰筋を鍛えるレッグリーズというのと、あとはそれを緩める、股関節を緩めるヒップリフト、鍛えることとストレッチ両方をね、セットでやってもらいたいと思います。じゃあ行きましょう。レッグリーズなんですが、寝た状態で手を下につけます。まずこの腰をできるだけ床につけてください。お腹を引っ込めて骨盤を少しですね起こすと腰が床につきます。その状態で足を上げて、膝は腰を痛める場合もあるので少し曲げてやってください。このまま腰が浮かないようにゆっくり下げていきます。そしたらまた上げます。腰をつけた状態でゆっくり下げていきます。で上げます。ゆっくり下げて上げます、といった動きをですね、ゆっくり10回やってみてください。きつくなってくると早く足を上げたくなるんですが、ゆっくり上げてゆっくり下げてください。下げる時もすぐ下げてしまうと力が抜けてしまうので、下げるのもゆっくり下げてください。で今度はですね、大腰筋というのは股関節を屈伸させて使うので、今度は股関節を伸ばす動きをやっていきましょう。膝を曲げた状態、軽く膝を曲げた状態でお尻を浮かせます。よくこの動きはハムストリングとお尻を鍛えるトレーニングメニューであるんですが、このままではあんまり股関節が伸びないので、この状態から肩を少し足首の方に寄せてですね、これでしっかり股関節を伸ばしてください。この状態で10秒キープしましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10秒3セット行ってみてください。お疲れ様でした。今のですね、レッグレイズ、3秒かけて下ろす、3秒かけて上げるを10回、そして今のヒップリフトですが、肩の位置をできるだけかかとの方に寄せて、しっかりお腹を持ち上げて体を上に反らして股関節を伸ばしてみてください。この2つをセットでやることでしっかりね、股関節の可動域も広がってですね、しっかり筋肉ついてきますんで、これでですね、しっかり骨盤が下がらないようになってくるとですね、自然に太ももとお尻のサイズがダウンしてくるのがわかると思います。なのでぜひね、筋トレという感じではなくって、まず体を正常に整えるという感じで今の2つのメニューを行ってください。今日もご視聴ありがとうございました。ぜひぜひコメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。Thank you.